はい、どうも皆さん、こんにちは。先日、新しいカツラをカットしてもらいに行って、で、家族に、ねえねえ、どうかな？似合ってるかな？って聞いたら、あ、うん、別にいいんじゃない？っていう感じに、もう完全に、僕に興味がない模様でした。クラクラチャンネルのー、ケースケ、結局のー、ケースケです。ドーンということで、ひどすぎますよ。ねえ、家族がさ、新しい家族切ったらさ、さ、ね、なんかちょっと匂ってんじゃん、いいじゃんとかっていうね、ね、コメントとかね、もらえるかなと思ったら、全然ね、もうね、興味がない模様でね、もう家族にも見放されましたね。で、そのね、家族にも見放された私、ケイスケ、今日は何をお送りするかと言いますと、先日のアップデートで、ゴーレムですね、ゴーレムのが破裂した時に、ゴレマイトが3体に、増えるっていうね、アップデート、バランス調整が入りましたね。で、クラクラチャンネルアインスですね。タウンホール10から12のミックスクランにですね、ちょっとこの間ね、お邪魔しに行ったら、なんとですね、防衛援軍でのゴーレム、タウンホール10で、防衛援軍ゴーレムが結構ね、最近流行り始めてるみたいな、そんな話を聞きまして、で、リプレイもね、実際に、いただきましたんで、今回ですね、防衛援軍のゴーレム、タウンホール10で、どれぐらい強いのかっていうのをお送りしていきたいなと思います。さあ、とりあえずなんですけども、防衛援軍ゴーレムのですね、ゴーレム、レベルマックスのステータス見ていきましょう。まあ、ヒットポイントは7500なんですけども、やっぱりポイントとしては撃破時に与えるダメージが750。こうやってね、結構でかくて、で、ゴレマイトも弾けると、150のダメージを与えていきます。これね、どういうことかっていうと、どれぐらいする、怖いかっていうと、タウンホール10のギガね、今これレベルマックスだとヒットポイント870なんですけど、レベル、タウンホールレベル10のギガって、レベル3ですよね。ヒットポイントが650なんですよ。なので、レベルマックスのゴーレムが破裂しただけで、一気にもうディガーたちが全滅してしまうっていうね、そういう抑止力になるんですよね。結構タウンホール10だと防衛援軍ラバーハンドが多かったりとかってするんですけれども、防衛援軍ラバーハンドだったら、ラバムシのディガーラッシュっていうのがもう強いので、それができてしまうんですけれども、ゴーレムっていうだけでもうディガーラッシュの選択肢、消えます。なので、まあ、防衛援軍無視のこう、ラバルとかにこう限定させて、で、で、配置に関してはトラ対策をしていけば、結構ね、これ防衛援軍ゴレムありなんじゃないかなと。あとはね、バルキーですね。ファルコン編成強いんですけれども、タウンホール10では、レベル10の、違う、レベル5か。タウンホール10だったらレベル5のバルキーなんですが、ヒットポイントが1100なんですよね。なので、ゴーレムが破裂した時、750っていうダメージが一気に入るっていうのはめちゃくちゃ大きいし、合わせて、かつ、ゴレマイト、小型ゴーレムの、撃破時のダメージ150が入っていくってなると、もうこれ3体分で結局450じゃないですか。で、ゴーレム破裂と合わせると、まあ、1200ぐらいは全然入っていくので、なので、レベル5のバルキリーもね、結構怖くなるっていう、そういうね、抑止力にはなるので、なので、もう、完全にもう防衛軍ゴーレム入れちゃって、で、空対策しとけば結構ね、ある程度いろんなね、編成に対してタウンホール中で守れるんじゃないかなって思ったんで、ちょっとね、防衛リプレイの方も見ていきます。はい。じゃあね、防衛でのリプレイになるんですけども、今回ね、クイヒーですね。結構ね、クイヒーもね、時間かかってて、令状かくても。で、あとはね、撃破時のダメージですね。さっきも言ったように、レベル40ぐらいのアーチャークイーンだったら、撃破時のダメージで、半分ぐらい、HP 半分ぐらい持ってっちゃうんですよ。これほんと結構バカにならないなって思ったんで、火力のね、ちょっと高めのところで、援軍ゴーレムの、援軍処理をやった場合ね、結構事故らせる可能性、全然あるなーって思ったね。ちょっと見ていきましょう。こっからね、クエイクでドカーンと壁を開けていって、で、クイヒーをね、中に入れていきます。で、火力の高いね、アーチャータワーとか、あとは大砲の単体攻撃施設2つからターゲット取られた時に、援軍ですね、防衛援軍ゴーレム。これがね、当たってると結構ね、えぐいっていうのがわかると思います。はい、まさにここでレイジを使わせられて、で、両ヒール当たってきますよね。で、援軍できました。アチャゴレですね、今回は。アチャゴレで、アーチャーたちを放っていっての、で、からのゴーレムに当たっていきます。で、アーチャータワー大砲2匹からね、ターゲットを取られている状態で霊状かけているんですけれども、はい、こっからですね、撃破時のダメージでもう一気に半分以上持ってて、もう霊時2つ目、使わされてしまいました。これ結構辛いですよね。で、HP のね、ゲージもね、だいぶ赤くなって、クロークも使わせられてしまうっていうことなので、結構ね、クイヒー対策にもなんない、無事にね、普通に処理されちゃってもいいんですけども、普通に処理した、したとしても、結構時間も食ってて、時間を使わせられるっていう点ではね、なかなかいいんじゃねえかなっていう。で、ここでもうレイジもね、使わされちゃったんで、はい、クイヒーがね、事故ってしまっての、空回しがスタートしていくっていう流れになっています。
なので、結構防衛援軍、レベルマックスゴーレム、ありだなっていう感じには見受けられますよね。あとはね、タウンホール中の防衛援軍でよく見るとしたら、バルキリーベビードラか、バルキリー3体のベビドラとか入れて、クイヒを事故らせるっていう。あ、これに関してもね、またね、別の動画で出しましょうか。本当にね、これもね、クイヒ対策としてはなかなか悪くはないので、それもね、今度紹介したいなと思います。バルキリーとか混ぜてると、バーバリアンキングができたババとかも一瞬にして、処理できてしまうので、陸がね、結構伸びなかったりするっていう利点があったりするんですよね。なので、あ、もうこれ相手諦めての終了となりました。で、もう一本ね、防衛リバーありますね。そっち見ていきましょう。はい、こちらはですね、クイヒーをね、今回二次方向に入れようとしたらね、若干、あちゃくいが逸れてしまって、事故ってしまっていう、防衛援軍のゴーレムの活躍っていうよりかは、ちょっとね、事故ってしまって、仕方なしにっていう感じだったんですけれども、まあ、ね、ちょっと見ていきますよ。はい、まずはね、ババキンとビズでサイドカットをしていきつつのフリーズでインフィを固めていって、ウォールブレーカーで壁開け。で、まあ、ここからね、マルチインフィ狙おうとしたんですけれども、今回ね、逸れてしまいます。で、それてしまってね、ヒーラーがね、横落ちしてしまうっていう、まあ、典型的な事故のリプレイになっているんですけれども、ここからね、ババキン、アイアンフィスト発動していっての、はい、からのゴーレムですね、当たっていって、まあ、ババキン落ちてしまいます。で、ここからさ、ゴーレムがね、アチャクに向かっていくんですけれども、ここでやっぱりね、しっかりと、はい、HP 半分以上削ってるし、あとね、これ、エア水が吹かれてる方向からクイヒ入れてるんで、エア水にヒーラーが打たれて回復が遅れてしまうっていうね、そんなルートでね、ゴーレム当たっていったらね、なかなかありなんじゃないかなって。やっぱりエア水って本当に強いんで、回復がね、遅れるんですよね。その回復が遅れたおかげで、こう、事故ってしまうっていう、こう、場面もあると思うので、結構ね、こう、なっていったらいいんだろう。クイヒーとか、あとは援軍とか、ね、処理しやすそうな、こう、処理したようなルートに対して、エア水をこう、向けておいて、で、ちょっと火力高めして、防衛援軍、ゴーレム入れるみたいな、そんな置き方もね、今後ね、いいかなーって思いますよね。で、まあ仕方なしに相手ですね。はい。ラバルパートスタートさせていくんですけども、もう残り時間20秒切ってるんで、途中で諦めますね。諦めていって終了となりますんで、ね、やっぱり、これ初見の攻めだったかな、初見だったかな、ちょっとわかんないんですけれども、やっぱりね、陸で、防衛軍ゴーレムって分かっちゃうと、みんなね、陸で攻めてこなくなりますね。はい。じゃあね、さっきの事故った攻めをね、これね、二人目か三人目の人がね、修正して攻めてきて、今回はもうクイヒーじゃなくて普通にの、スーサイドラバレンズで、攻めてきました。やっぱりこういう風にね、空でね、こう来ちゃうっていうパターンが多いですね。防衛援軍ゴーレムって分かってしまえば、もう怖くはないんで、空パートに関しては。なのでね、スーサイドラバルとかで攻めてくるっていうパターンに、なってくると思います。なのでしっかりと対策して、空対策はね、しっかりしておけば、もう硬いカチカチな配置が出来上がるんじゃねえかなって思うんですよね。さあ、まずはですね、ここですね、先ほどと同じようにフリーズからのボールブレーカーで壁開けをしていって、で、クイヒーで対空砲マルチインフェルノタワーを狙っていくっていう、そういう、狙いになっていきます。で、ここからね、防衛援軍のゴーレムに関してはもう出てこないから、もう見捨てる形ですね。はい、見捨ててしまって、で、アチャクイの方にも向かっていくんですけども、ここでクロークを使っていって大砲何本か折ったら、もうあとは捨て捨てね。捨てていって、で、ラバルパートをスタートさせていくっていう、そういう流れになってきます。ああ、やっぱりここもね、クロスボウ2匹から攻撃を受けてたんで、火力の高い術、やっぱり誘っておいて、チコらせるような、そんなストリップさんの配置になってますね。ストさん、さすがですね、ストリップさん。ストリップさんのね、配置はね、本当に硬いですね。なんですけども、今回はね、前回、ストリップさん取られてしまいました。さあ、ラバルパートをスタートさせていっての、ヘイストレイジでね、もう完全にゴーレムに関しては、アチャクイの位置にいる。あと、待って、ゴーレムが何か引っ張られている。何に引っ張られている?これは何だ?何に引っ張られてるんだろう?ちょっとね、やっぱり配置の中にね、ゴーレム放置しておくと、弾けたパピーとかガーゴイがね、ずっとゴーレムに捕まってるっていうパターンも全然あったりしますからね。なので、ちょっと移動させようっていう感じでなんか引っ張ってたのかな?ちょっとどうなってる?ゴーレム。ゴーレムに関してはもう何も反応してないですね。はい。何も反応してなくて、ここからラバル回っていっての、全開ですね。なのでね、援軍ゴーレムをね、入れるっていう方ね、空対策はね、忘れないようにしておきましょう。そうですね、こういう風にヒーローパートで削れそうな部分をこう、なるべくなくしたりとか、あとは誘っておいて本当は事故るような、そんな配置にしておくとかね、なんかそんな風にしておくとだいぶ変わってくるのかなと思います。さあ、先ほどね、1本目で見たね、事故らせてる、リプレイの、前回リプレイもね、ありましたんで、それも見ていきます。はい。さっきね、クイヒーが事故ってた、ところなんですけども、ここね、うまいことね、リカバリーしてきてね、修正してきてね、あ、うまいなーって思いましたね。
まずはまあ、ボーラーでね、一時方向のね、波形飛行とかエリタンカットしてって、で、ここね、エリクサタンク壊すと金庫を次ボーラー叩いてって、そのバウンドダメージでいい感じにウィズトやアーチャータワーにね、こう、刺さっていくっていうね、本当に、配置の弱点を見抜いてるなーっていうね、勉強になりましたね。で、からのクエイクですね。タウンホール10でもね、クエイクを使ったクイヒーラバル強いんすよね。なのでね、広い配置だったらね、このクエイクのクイヒーラーバルね、結構刺さると思うのでね、皆さんもやってみてください。まあ僕はね、やる勇気はないんでね、やらないとは思うんですけれども。さあ、ここですね。先ほど結構火力の高い部分ですね。レイジ2発使わされてしまったんで、ここをどのように乗り切っていくのか、ちょっと注目していきたいですね。ちゃんとね、ここね、ポイズンを落としていって、まあ、アチャクイやババキンの攻撃速度を、落としていっての処理をしていくと。で、そしてですね、こっから、アーチャータワーから、これね、攻撃受けてるんで、後からね、確かに、ね、バルーンとか出して、削っていったと思います。さあ、しっかりと相手の両ヒーローを処理していってね、からのレイジ2発目を使わされてしまう。ここまではね、結構、この段階でレイジ2発使わせられて、だいぶ大きいっすよね。なんですけれども、ここはうまいことね、修正していきます。アーチャータワーに対して、はい、バルーンを当てていって、削ってって、で、DPS を落としていって、もうクイヒが事故らないような、そんなね、区画作りをね、行ってますね。ただちょっと若干ここはもうクロークで乗り切っていくのか。クロークもしっかりと使っていってるの、はい、乗り切られていきました。で、そしてババキンを出してからのラバルをね、スタートさせていくっていう流れになってくると思います。なのでね、こういう風に修正されて、丁寧にね、まあ、処理されてしまったらね、防衛援軍ゴーレムそんなにね、力が発揮しないっていうのが、まあわかりますよね。まあ、なのでできれば、火力の高いところで当たるように設定してあげるっていうのがやっぱ一番いいとは思うので、まあね、配置作りはね、皆さんね、難しいとは思いますよ。難しいとは思うんですが、もし防衛援軍ゴーレムね、やってみたいなって思ってる方はですね、ぜひともね、この自分の動画、今言ったことをね、しっかりとね、注意していきながらね、配置を作っていきましょう。で、あとはもうロックボマーとかね、バルーンとかしっかりとヘイストを落としていって回していっての全開ですね。なので、まあ、防衛援軍ゴーレムだからといって、しっかりとね、修正がね、できればね、こういう風に全開はね、取ることが一応できるっていう感じにはなります。なので、防衛軍ゴーレム全然これ、今のところ全開取られちゃって全然ダメじゃんって思う人いるかもしれませんが、いや、普通にね、敵さんが上手かった、今回。これはね、敵さんがね、いい感じでね、修正してね、全開を取っていきました。はい。では、最後にもう一本ね、初見で今回はね、取られたリプレイ、防衛軍ゴーレムだった場合はね、こういう風にやればいいのかっていう感じでね、見ていただけたらなと思っております。クイヒーラバラでね、行かれまして、あ、今のタウンホール10って、こういう感じの編成なんだ。ラバ2体の、バルーン十数体の、結構そんな多くはないような体数ですね。で、ロックボーマーがね、入ってるんでね、援軍でロックボーマーがもらえれば、このバルーンたちですね、少ない分のバルーンたち以上の働きをしてくれるっていうことなんでしょうね。なので、ここからウォールブレーカーで壁を開けていっての、まあ、ジャンプで、相手のアチャクイまでこう狙っていくっていう、そういう狙いですね。で、まだ防衛援軍に関しては出てきません。結構アチャクイと、あれですね、クランジョンの、近くですね、これセットで置いておいて、で、こう、進行をね、こう、収めていくみたいな、そんな狙いでしょうね。で、レイジを使わせて、しっかりとね、対空砲2本で、お、ギリギリだな、ギリギリでまで粘って、クロークを使っていて、で、相手のアチャクイもうまいことを処理していって、あ、ゴレウィズアチャでしたね、防衛援軍は。そうですね。防衛軍ゴーレムだった場合、ゴレム支援されてしまうので、まあ、最低でもね、空に対して攻撃できるユニットはね、必要最低限、数体はね、入れておいた方が無難かなっていうのは思います。で、ここでクロスボウに、はい、やっぱり破裂ダメで、レベル40のアチャクイの HP 半分以上を持っていって、で、これエア水に吹かれてるんで、ヒーラーの回復も遅れてたんで、これがもしね、クロスボウもう1機ぐらいあったらね、事故らせられてはいたんでしょうけど、相手さんが上手かったですね。で、からの、はい、ラバルパートスタートさせていってのロックボーマーが、やっぱりタウンホール10で、レベルマックスのロックボーマー。スペックがめちゃくちゃ高いですね。どん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 壊していって、耐久力ももうバカにならないような。そんな感じで、もう全然弾けないですね。もうこれ弾けねえんじゃねえかなっていうレベルで、全然ずっと、ロックボーマーが無限に仕事します。で、最終的に、あ、やったラバーハンドがここで弾けていっての、全開ですね。ロックボーマーが強いですね、タウンホール10、やっぱり。はい。なのでね、もしね、防衛援軍がゴーレムだった場合はね、こういう風に火力の少ないところでね、しっかりとゴーレムをね、処理していくことができれば、こういう風に全開が取れるのかなっていうのが、ちょっとわかりやすいですよね。はい、なので、タウンホール10、防衛援軍でゴーレムね、流行りかけてきているっていう話を聞いたんでね、今回ね、動画にしたんですけども、どうでしょうね、今後ね、またね、本当にめちゃくちゃ流行ってくるようだったらね、動画にしていきたいなと思っております。
はい。ということで、今回はですね、タウンホール10で防衛援軍が流行りかけているっていうね、そういう動画をお送りしていきました。まだね、今後ね、この環境ですね、バランス調整入ったばっかりなんで、環境的にね、まだちょっとね、流行ってくるのかどうかはね、わからないんですけども、なかなかね、結構仕事していて、いたような、そんな印象がありましたね。ただね、やっぱりゴレマイト3体に増えたといえね、タウンホール12とかでね、全然使われないんでね、そこら辺の点についての、こう、なんて言ったらいいんだろう、こう、改善というかね、こう、バランス調整とかね、また今後ちょっと入れていかないと、ゴーレムね、タウンホール12では使われないような、そんな印象は一応あります。で、これからもね、毎日ですね、クラクラ動画投稿していきますので、まだチャンネル登録してないよって方がいましたら、ぜひとも登録お願いいたします。で、この動画面白かったためになったなって思ったら、グッドボタンやコメント。で、最後におすすめ動画も貼っておきますので、そちらの方もぜひぜひご覧ください。はい、それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。